コーラルキャッスルは、ラトビア系アメリカ人の基人、エドワード・リーズ・カルニンによって制作された、魚卵状石灰岩の構造物である。時義通りには、サンゴ状という意味である。それは、アメリカ合衆国フロリダ州、ホームステッドとレジャーシティとの間、マイアミデイド郡の、どの自治体にも属さない地域にある。構造物は、無数の巨石、主にサンゴからできた、石灰岩からなり、 それぞれは数トンの重さである。これは現在、市営の旅行者の観光名所である。コーラルキャッスルはリーズカルニンが単独で逆時期あるいは超自然的能力を使用して何トンもの無数の石を移動させ彫刻したとする、その政策を取り巻く伝説で有名である。コーラルキャッスルの宣伝材料によれば、エドワード・リーズカルニンは結婚のわずか1日前に、 ラトビアで16歳のフィアンセアグネス・スカフストに突然、拒絶された。アメリカへ向けて立って、彼は末期の結核とされる病気で倒れたが、しかし自然に治り、時期が病気に効果があったと述べた。エドワードは、コーラルキャッスルを建てるのに28年長を費やし、自分が働いている間誰にも、自分を見ることを許すことを断った。少人数のティーン・エージャーは、 彼の働きを見たと主張し、彼は、サンゴのブロックを水素気球のように移動させたと、報告した。リーズカルニンが使ったことを話した、唯一の道具は、永久運動ホルダーであった。なお、これはあくまで宣伝であり、実際のリーズアルカルニンは、腕の良い石材職人であった。また、ラトビアを離れたのは、ロシア革命の混乱から逃れるためで、婚約破棄とは関係ないようである。 1923年頃、リーズ・カルニンは、フロリダ州フロリダシティに城を建てたが、彼はそれに、エズプレイスと命名した。彼は、ルーベン・モーザーから土地を購入したが、彼の妻は、彼が、結核のひどい発作を起こした時に助けてくれていた。フロリダシティは、エバーグレイズと接しているが、合衆国南端の都市であるが、島にあるのではない。それは、 当時ほとんど開発されていない大変な壁地であった。キャッスルはリーズカルニンが移動し、城を持っていこうと決心した1936年頃までフロリダシティにあった。それの2番目の、かつ、最後の地は28,655サウス、リクシーハイウェイ、マイアミ、フロリダ33,033という郵便の住所があり、今はセンサスが生み出した。 レジャーシティの上多いのうちにあるように見え、しかし実際は自治体に属していない地域である。城の始めた地域の土地を開発することに関する議論が始まった時、彼は伝えられるところによればプライバシーを守る手段として移転を選んだ。彼はフロリダシティの北10マイルのコーラルキャッスルの構造要素をホームステッドの現在地に移動させるのに3年間を費やした。 リーズカルニンは彼が後ろの壁に作った巨大な揺れ動く裏門にちなんで新たな地をロックゲートと命名した。彼は1951年の死亡まで城に取り組み続けた。新しい城の一部であるサンゴ編は元の地点から運搬されたものの中ではなく、城の壁から数フィート離れた財産に切り出された。プールと南の壁の横のピットは採石場である。 東と西の採石場は埋められている。フロリダシティではリーズカルニンは城の敷地を見て回るのに一人当たり10セントを請求したが、しかしホームステッドに移った後は彼は25セントの寄付を求めたが、しかしもし彼らが金銭を持っていないならば自由に入らせた。ベルを2回鳴らせと岩に掘られた表示が正面入り口にある。彼は 門のそばの城塔の2階の居住部から降りてきてツアーを実施した。リーズカルニンはどのようにして城を作ったのかを尋ねる人には決して語らなかった。彼はただやり方が分かれば難しくないさと答えた。なぜ城を建てたのかと聞かれるとリーズカルニンはスイートシクステーンのためと曖昧に答えた。これはアグネススカフストと綴られるを指していると広く信じられている。 リーズ・カルニン自身の A ブック・イン・エブリー・ホームにおいて彼は自分のスイート・シックスティーンは現実というよりもむしろ理想である。アルラ・トビア人の話によればその娘は実在したがしかし彼女の名前は実はハーミー・ナルシスであった。1951年11月にリーズ・カルニンは病気になった時正面入り口のドアに病院に行くという表示をつけ マイアミのジャクソンメモリアル病院へのバスに乗った。リーズカルニンは、一時彼が病院に向かう前か、病院でのいずれかで、発作に襲われた。彼は28日後に、腎羽人炎のために、64歳で死亡した。彼の死亡証明書には、彼の死亡は、尿毒症、感染症及び、脳用の結果として、腎臓の機能不全の結果であるとある。 財産が調査されている間、3500ドルがリーズカルニンの死没の中から見つかった。リーズカルニンはツアーを実施し、様々な主題のパンフレットを売り、そして国道1号線の建設のために財産の10エーカーの売却から収入を得た。リーズカルニンに遺言書はなかったので、城はアメリカの最近親であるハリーという名前のミシガン出身の老いの財産になった。 コーラルキャッスルのウェブサイトは、老いは、健康が優れず、彼は1953年に城を、イリノイの、ある一家に売ったと報告している。しかしながら、この話は、マイコーラルキャッスル所有者で、イリノイ州シカゴ出身の引退した、宝石賞、ジュリアス・レビンの死亡記事とは違っている。死亡記事によれば、レビンは1952年に、フロリダ州から土地を購入し、 土地に城さえあると知らなかったかもしれない。新たな所有者らは、それを観光名所にして、そして、ロックゲートという名前を、ロックゲートパークに、後にコーラルキャッスルに変えた。1981年1月に、レヴィンは、城を17万5千ドルで、コーラルキャッスル会社に売った。会社は今日、所有権を保持している。1984年に、財産は、 米国国家歴史登録財のリストに載った。それはロックゲートの名のもとに追加されたが、しかし、リスト上の名前は2011年にコーラルキャッスルに変えられた。エイデム10ーシードロップビローという財産のすぐ内側の石の表示はコーラルキャッスルまでオリジナルではない。エドは彼の低木の茂みを踏みつける不注意な訪問客に無料観覧を提供することに飽きたとき、 この表示を作り、そしてフロリダシティの元の位置の正面に、それを置いた。この表示は、エズプレイスの所有者らによって寄付され、そして近年、ここに置かれた。リーズカルニーのコーラルキャッスルからの眺め30メートルトン石コーラル。キャッスルの敷地は、壁、彫刻物、家具そして白塔という形の1100ショートトンの石から、なる。それは、 サンゴで作られていると一般に信じられているが、魚卵状石灰岩としてもまた知られる、魚卵石で作られている。魚卵石は、堆積岩で炭酸塩が重層化された、小球状の粒からなり、化石の海を呼び、サンゴの局所化された集中を含むことがある。魚卵石は、パームビーチ群からフロリダキーズまでの、フロリダ州南東部に見つけられる。魚卵石は、 コーラルキャッスルの敷地のような、わずか数インチの表土のもとにしばしば見つかる。これらの石は、モルタルなしで固定されている。それらは、自長を利用して、互いに上に置かれている。職人の技量の詳細はあまりに熟練し、そして石はあまりに正確に連結させられているので、光が明治を通過しないほどである。外辺の壁を成す高さ8フートの複数の水平な石は、 高さが統一している。何十回もの通過と1992年8月24日のカテゴリー5のハリケーン・アンドリューの直撃にさえ石は動いていない。城の呼び物及び彫刻の多くは有名である。それらの中にリーズカルニンの居住部となっていた2階建ての城塔がある。正確な人形一つ、北極性望遠鏡一つ、オベリスク一つ、バーベキュー機一つ、 井戸一つ、ファウンテン一つ、構成複数と惑星複数、そして無数の家具。家具には、ハート型のテーブル一つ、フロリダの形のテーブル一つ、ロッキングチェア25個、細い月に似たチェア複数、バスタブ一つ、ベッド複数、玉座一つが含まれる。数少ない例外はあるが、物体はそれぞれ平均15メートルトンの一つの石で作られている。 最大の石の重さは30メートルトンであり、最も高いのは2つの一枚岩で、それぞれ25フィートである重さ9メートルトンで、高さ8フィートの回転する門は、城の有名な構造物であり、テレビジョン番組、インサーチオブとザッツインクレディブルでドキュメントされた。門は4分の1インチ以内に合うように彫刻されている。それはバランスが良く、 伝えられるところでは、それだから、子供が指一本で押せば開くことができた。門の完全にバランスを取った軸と、それが回転した時の容易さの謎は、数十年間、続き、1986年に動かなくなった。それを取り除くために、6人の男性と50メートルトンのクレーンが使用された。ひとたび門が取り除かれると、ギシラは、リーズカルニンが、 どのようにそれの中心を取り、バランスを取ったか分かった。彼は、上から、下までドリルで穴を開け、金属シャフトを挿入していた。岩は、古いトラックベアリングの上に乗っていた。結果的に門を回転しないようにしたのは、このベアリングのサビであった。新たなベアリングと軸を備え付けられて、それは、1986年7月23日に、元に戻し置かれた。 それは2005年に動かなくなり、そして再び修理された。しかしながら、それは、かつての容易さでは回転しない。コーラルキャッスルは、人気のある、観光名所である。書籍、雑誌、そして、テレビジョン番組は、どのように、リーズカルニンが構造物を構造したり、何トンもの重さの石を移動させたりできたのかに関して、推測している。 誰も作業中のリーズカル人を見なかった。そして彼はテコで石を動かしたという主張は否認されてきた。オーバル・アーウィンは伝えられるところによれば彼が石を切り出し壁の一部を立てるのを目撃し、そして方法を書物ミスター・キャント・イズ・デッドで方法を図解した。ネミス・フィルム・コレクションは1944年に 作業中の彼のショートフィルムドキュメンタリーをプロデュースした。コーラルキャッスルのウェブサイトは述べている。たとえ誰かがエドに、どのようにサンゴンのブロックを移動させるか質問したとしても、彼はただ、自分は、重さとてこの法則を十分に理解していると答える。だけであろう彼はまた、ギザの大ピラミッドに言及して、自分は、ピラミッドの秘密を発見したと述べた。ありがとうございます。